皆さん、今日も千葉テレ25時から千葉テレビの番組があるので見てください。ウィズライブってやつ、ぜひぜひ見てください。今日はゆいゆいと、おくりゆいゆいと、なぎちゃんと、あと横山の4人で出ます。嬉しい、最近千葉テレビさんいっぱい出させていただいて嬉しいです。今日も稽古してました。なんかすごくもうできてきて、あ、まあ当たり前なんですけども、すごくね楽しみで、もちょっとまだまだね油断すると危ないから、油断しないように頑張りたいと思います。今日は朝からマリアとロケをしてきて、してきました。だからすごく早起きしたので、今日はなるべく早く寝ようかなって思ってるけど、ちょっとやらなきゃいけないこともあるので、それが終わってから眠りにつきたいと思います。やんなきゃいけないこといっぱいある、課題がたくさんあります。学生みたい、課題がいっぱいあるんですよ。本当にいろんな課題が、まあ頑張ります。なんか黒髪にしたらすごく顔が変わった気がする、雰囲気が変わった気がする。見慣れないですね。見慣れないですね。やっぱりこんな黒いと、でも本番までにはもうちょっと明るくなるかもしれない。初見です、ありがとうございます。吉川アナウンスって言います。今度まじむり学園やるので、ぜひぜひ見に来てくださいって言ってもさ、もうチケット取れないけ、チケット取れないっけ。七瀬ちゃん、ミスドは何が一番好き？ミスドだったらこんでリンクが好きです。でもあ
んまりなんかその日の気分って感じ。オールドファッションとかあんま好きじゃないけど、オールドファッション食べたいって思う日がたまにごく稀にある。ないですか皆さんは。なんか別にそんなに好きじゃないけど今日は食べたいって思う日がありませんか。ありますよね。わかります、その気持ち。とってもわかります。最近髪の毛を巻いてないので明日は巻こうかな、久しぶりに。本当にずっと稽古だとね巻かないんですよね。あと最近ずっとマスクしてるのでなんか自分の顔をあんまり見ない。あんまり見ないからちょっと久々に今自分の顔を見ました。全然ねマスクしてるとなんかわかる？この気持ち。マスクしてると、ね、見えない見ない自分とか。自分の顔を忘れじゃないの？自分の顔をこの前ちゃんと久々に見た。あれ？こんな顔してたっけ？って思ったけど現実を見ました。マスクすると肌乾燥するからあんまりしたくないの。でもなんかマスクはしててもなんていうの、ファンデーションは塗ってた方がいいらしいです、メイクさんが言ってた。ファンデーションは絶対にした方がいいよって。確かになんかマスクもう見えてないからいいやって思っちゃうんですけど、それは良くないなって。だから皆さんもぜひファンデーションしてみてください。ファンデーションするとなんか肌が明るくなってシャキンってなる。リップの売り上げ落ちてるらしい。確かに絶対そうだよね。だってさ新しいやつ買おうって思わないもん最近リップは。逆にファンデーションとかはなんかいろいろ買ってみようとか、マスクで崩れないやつを買ってみようってって思ったりするけど、リップは買ってない最近。今日さ昼間めちゃくちゃ寒くてさロケしてたんだけど風がやばくてね、もう髪が一瞬で終わりました。しかもなんかビルの間にいたからビル風がファーってなってきてやばかったです。
飛ばされるかと思った。リアルにリアルにリアルに飛ばされるかと思いました。顔ハート、これ流行ってたらしいよ、ちょっと前に。顔ハート韓国で流行ってたのかな。指ハート、ハート、ハート、私いろんなハート作れます。1,2,3,4,5,5ハート作れる。あと何があるかな、これめっちゃやりづらい。これとでも一緒か。これこれ好き、意外となんか可愛い。なんかあるかな、あとハート、これ考えた人すごいね本当に。でもハートに見える、ハート。写真会で結構多い。リクエストが多い。あとはピースも多いし、エイトポーズも多いし、なんか、あ、これはないな。でもハートも多い。エイキスとか。指パッチンできる、できる。めっちゃいい音なんない？こっちはあんまりなんないけど、こっちはめっちゃなる。こっちがね、左手があんまり。どう？こっちすごくない？たまになんかね、ダンス踊りながらこうやってやっちゃうあのダンス上手い人とか先生とかがこうやってなんかやってて、それを見てたらやりたくなって自然にやっちゃいます。指太くなるからやめた。え、これで太くなるの？なんかこうやってポキポキ鳴らしたら太くなるっていうのは聞いたことあるけど、これは聞いたことないの。太くなるのかな。今日ね、爪が割れた。悲しい。爪割れるとさ、すごくテンション下がる。女子はね。シロちゃん指鳴らせないから教えてあげて。え、教えるも何もこれってさ、感覚じゃない？教えられないんだけど。素早く指をスライドさせてぐらいしか教えられないです。なんて言ったらいいんだろうね。いや、ほんと感覚だと思う、これは。
最近ピーターパンのパン食べてる？全然食べてない。稽古始まってから全く、もうなんか食が全然、なんかもう決まったご飯しか食べてない気がする。そう、やっぱね、そう、時間がないから。あんまり食べたいな、メロンパン、ピーターパン、でも時間がなくて。行きたいですね。今一番食べたいピーターパンのメロンパンは、あ、間違えた。一番食べたいピーターパンのパンはメロンパンではなくて、あー、でもどうし、塩バターロールかな。塩バターロールをあのチンして食べたいです。か、焼きたてのカレーパン。カレーパンはさ、本当にいつ食べても美味しい。なんならもう冷めてても美味しいからね。冷めてても美味しい。揚げパンは好き、揚げパン好き。でもパン屋さんであんま買ったことないかも。小学校の時に食べて以来、あ、中学校も出たかな、覚えてないけど、パン屋さんではあんまり買ったことないかも。学校で早弁したことある？ないかな。学校で早弁したことないかも。あ、あるわ。高校生の時とか早弁というか普通にパン食べたりとかしてた。アイス500個プレゼントしたい。だって、してほしい。もう最高、そんなの。アイス500個とかも幸せ。今ね、お家にいっぱいアイスあって、ずんだ餅のアイスがあるんだけど、それがすごく楽しみ。まだ食べてないんだけどね、早く食べたい。アイス大好き。皆さんご存知だと思いますが、私はアイスが大好きです。早弁先生面白かった。早弁先生って何？早弁先生って何？知らないんだけど。分かんない。お腹鳴る方が恥ずかしいもんね。そうだね、確かに。しかもなんかさ、静かな時に限ってお腹鳴っちゃうよね。白い恋人のアイス食べた、めっちゃうまい。ねえ、それさ、もう出会わないんだけど、全然出会わない。もう終わったのかな結局。最近かじるバターアイス売ってないよ。確かに最近あれじゃない、ミスターチーズケーキのアイス。あ、ミスターチーズケーキ食べたい。食べたいです、ミスターチーズケーキ。セブンでイタリアンプリンアイスバー売ってた。なんかさ、バージョンアップしたんでしょ。それも食べたい。それも食べたい。基本的に私なんかグルメアカウントとかフォローしてるから、そういう情報は私の耳に早く入ります。スタバの新作バナナ飲んだ？飲んでない。でも次にまた桜が出るらしくて、あれさ、私が見たのが遅かったのかな、なんか桜が次また出るっていう
噂なんだけど、本当それ桜出ます？だとしたら桜が飲みたい。バナナよりバナナは、前も言ったかもしれないけど、バナナジュースはなんか普通にバナナと牛乳とか混ぜて作ったフレッシュバナナジュースが好き。スタバ渋滞してたのはそれか。そう、多分ね、バナナが1週間以内に発売されたばっかだから、それで人気なんじゃない今。多分ね。明日の16時に4月28、29、30のオンライン話し会、そうですね、会えるかな、みんなに会えるかな、会えるかな、待ってるね、みんないっぱいお話しよう。私は喜ぶよ、とっても嬉しい、嬉しいってなっちゃうから、早く会いたいですね。みんなとお話しするの楽しい、大好き、お話し会。まあ握手会の方が好きだけど、でもお話し会も嫌いじゃない、嫌いではないけど、あ、まあ握手、うん、話し会も好きです。恥ずかしいです。え？恥ずかしくないよ、大丈夫。恥ずかしいって思わなければ恥ずかしくないということです。もうちょっとしたらきっと会えるのではないでしょうか、わかりませんが、もうちょっと我慢ですね。照れちゃいます。照れちゃったら、あ、波動だ。波動やってた今。すごい。波動やってました、テレビで。巷であざとかわいいが流行っているけど、七瀬ちゃんのあざとかわいいは見れますか？あざとかわいいって何ですか？あざとかわいいがよくわかりません。でももはや私今パジャマ着てるんですけど、パジャマっていうか、まあ部屋着、パジャマ着てるのってさ、あざとくない？なんかだってパジャマ、こんなモコモコのパジャマってさ、どう考えても可愛いじゃないですか。それをちょっと着てショールームをしてるって。まあでも私はちょっと着替えたかったんですけどね、今日はすぐ。どんなことがあざと可愛いんだろう、逆になんか例を教えてください。これがあざと可愛いんじゃないっていう例を。例を教えてください。なんだろう。そのパジャマの素材あざとかわいい。素材がね、モコモコしてて、
足を見せてみる。見せません。見せません。食べてる時にクリームつけるとか、ここにね、それはあざといね。でもさ、それさ、実際にさ、なんかアイドルがさ、あざとかわいいをコンセプトにしてやってるのはめっちゃわかるけど、実際にさ、なんか友達とかがさ、ここにクリームつけてさ、食べて、え、なんかついてるとか言ってたらさ、どう思いますか、もし。じゃあ私が一緒に誰かとご飯食べに行って、ケーキ食べるじゃないですか、ここにちょんってつけて、自分でね、自分でつけて、あの、何事もなかったかのようにケーキを食べてたらどうしますか。それはしかも自分でつけてるんだから、あざといだから。なんかついちゃったなら、あ、可愛いってなるけどさ、自分で。男子には好かれるが女子に、え、男子やっぱもうそこまでしてでもやっぱあざといって可愛いのかな。見て見ぬふりする、待って、一気にさコメント欄が早くなりました。一気に早くなった今。彼女なら黙って指で救うかな。おお、黙って指でチュンってドラマみたい、映画みたい。男子はぶりっ子に弱い。まあでもね、いや私もね、ぶりっ子可愛いなって思いますよ。ぶりっ子嫌いではない。確かになんか女の子からしたらちょっと、あの子ちょっとやりすぎじゃないって思うかもしれないけど、なんかやっぱアイドル好きだからさ、自分も可愛く見せてるっていう姿にすごくキュンとする。あ、なんか可愛いなって思います。髪の毛が跳ねてる、あ、これはわざとです。外跳ねという髪型です。外跳ねです。七瀬もぶりっ子キャラで、今さらそれやるんだったらもう7年前にやってるね。私はぶりっ子キャラは優しくされたら好きになっちゃう。優しくされたら好きになっちゃう。お、ゆいちゃんが喋ってる、かわいい。あ、ゆいちゃんと同じ髪型だ、やった、嬉しいな。今日も朝からバケットお疲れ様でした。可愛いですね。今日もみんなで一緒にいました。最近毎日一緒にいるから、なんかもうチームエイトって結構こうみんなそれぞれ仲いいから、結構ベタベタくっついてるんですけど、もちろんマスクして、でもなんかすごくいろんな方になんか仲いいねってすごい言われる。
いいんですよ本当に。嫉妬するメンバー同士でも、メンバー同士でも嫉妬しますか？本当に仲良し。こんだけさ女の子がいるのにさ、すごいなんかめちゃくちゃさ、なんだろう、もう絶対話したくないって思う子がいないっていうのがねすごいと思う。でもみんなと、みんな多いからこそみんなと何こういい感じのいろんなことねこうお話しできるっていうのもチームメイトって感じ。年齢も地域も違う人と知り合うことがすごい。そうだよね、確かに人生で、人生でっていうかむしろなんか日本人でこんなにあの全国各地に友達がいるっていう人もなかなかいないと思う。全県に47都道府県全県に友達が、友達っていうかまあメンバー、まあ、友達がいるっていう人もさ日本でさ数えきれないくらいじゃない？そんなことないかな。いやすごいことですね。チームエイトに入ってよかった。よかったです。明日からどんなチームメイトになるんだろう。変わらず素敵なチームメイトですよ。あ、終わっちゃった。丸見え終わっちゃった。今日の楽しみ終わっちゃった。今日は丸見えを楽しみにしてました。でも可愛いゆいゆいが見れて嬉しかったです。あ、夜もあの可愛い七瀬ちゃんと可愛いなぎちゃんと可愛いゆいゆいと可愛い横山が見れるので皆さんぜひ見てください。後で録画した丸見えを見ます。見てください。私は出ていませんが。今一番食べたいものは今一番食べたいものはねピザ。あ、ピザ全然食べてない最近本当にびっくりするぐらい食べ、あ、食べたわ食べたわ食べたけどまた食べたい。やっぱピザはね週に1回は絶対に食べたいです。
とはなんだろう、お寿司食べたい。昨日の劇場公演でおめぐが七瀬の話してて、嘘、なんて、そうなの、めぐさんが、めぐさんにこの前会った、そういえば一瞬一瞬会ったで一瞬話した。ピザ混ぜそばあるよ。え？ピザ混ぜ、え？え？ピザ混ぜそば？え？どっち？ピザの上に混ぜそばがかかってるのか、ピザ味の豆そば？混ぜそば？ピザ味の豆、え？なんだっけ？混ぜそば？どっちですか？怖い。ドミノピザは毎週末、毎週末？半額だよ。そうなんだ。うん、おめぐさんと七瀬はちょっと似てる。嘘、言われたことないか。おめぐが七瀬の足好きだと言ってた。嬉しい。確かにいつも褒めてくれるめぐさん。七瀬ちゃんの足本当に綺麗。似てない今の。言ってくださるんです。嬉しい。だから私はめぐさんのためにもう毎日毎日足をヤスリで磨いています。検索したらカップ焼きそばみたいなの出てきた。なるほどね、麺ってことか。じゃあどうやれば綺麗な足になるんでしょうか。愛情ですね、やっぱり。もう褒めてあげる。もう私の足は本当にいい子ねって褒めてあげたら、足も褒められたから頑張るって言ってきっといい足になってくれると思います。私は毎日そんなことしてませんが、そんなことしていませんが。そば味のピザは？そば味の、え？そばってどんな味だっけ？最近でもね、おそばも食べたいってすごく思う。なんか毎日おそば屋さんの前を通るんだけど、そのおそば屋さんがねすっごい美味しそうで、でも大体夜遅いからやってなくて食べれないんですけど、いつか食べたいと思います。七瀬ちゃんピザ好きならピザポテト好きでしょって思うじゃないですか。あんま食べないのピザポテト。ピザポテトよりもなんだっけ、唐揚げポ、か、片揚げポテトとか、あとは海苔塩とかが好きです。今日そば食べた、いいな。温かいそばか冷たいそばどっち派ですか。今の気分だったら温かいおそば。なんか年越しそばを毎年食べるんだけど、今年はざるそば、あ、でもざるそばが多いかも。皆さんはどっち、温かいおそばが多いですか。やっぱ珍しいのかな、ざるそばって。どうですか、年越しそばといえばどっちだ。まあでも今の気分は温かいおそば。で、お餅が入ってるおそばが好き。力餅みたいなやつ。力餅そば？なんて言うんだっけ？力そば？
力持ちそば？ん？あ、天ぷらも美味しい。天ぷらも美味しい。温かい、あ、あったかいそばの方が人気かも。かき揚げそば。やっぱみんなの方が知ってるね。みんなグルメだ、詳しい。天ぷらの中で何が一番好きですか？天ぷらの中だったらね、卵か、卵の天ぷら好き。あとはなんだろう、あ、かき揚げ、かき揚げだっけ、なんかサラダみたいなやつも好きです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 。おすすめの食べ物あったら皆さんも教えてください。それではじゃあそろそろ終わりにしたいと思います。ランキング読みます。13位は台湾のジアホンさん、ありがとうございます。12位は香港のケーキアットマーク7レンジアットマークナトリドンさん、ありがとうございます。と11位は鉄のなし一生し七瀬に手紙送りたい、でもな日本語不足アットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。いやもう全然間違ってても嬉しい。10位はミキアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。9位はトシアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はイッサアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。7位はユウさん、ありがとうございます。6位はシマアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。5位はヌーマアットマーク7瀬グッズゲットです。7レンジャーさん、ありがとう。グッズ皆さん、まじむり学園のグッズもぜひゲットしてください。あおいちゃんのグッズゲットしてね。4位は梅ちゃん大阪毎日七瀬アトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。3位は国アトマーク七瀬のほっぺが好き7レンジャーさん、ありがとうございます。2位はスイカの種アトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。1位は鍋公式を頑張れあおいちゃんアトマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。バイバーイ、またね、おやすみ。